宙列車も金。宇宙にはこんな場所もあるんだっていうことを今勉強して勉強してるんですよ。教えてもらってるんですよ。今ハルさんにですか、はい、だから宇宙のママちゃんは、うん、もう会えなくなって死にました、うん、そうか。だから寂しいんだよ。寂しい。でも、はい、宇宙のためにみんな頑張ってるんですね。頑張ったらママが入ってこないです、うん、なるほど。教えてもらっていいですか。ですね、はい、頑張ったらですね、はい、その頑張りが、うん、大丈夫なんですよ。大丈夫なんですよ、はいはい、その頑張ってたら、うん、もうお母さんの入る余地はないぐらい頑張りなさいっていうことなんですよ、はい、どういうことですか。どういうことですか。え、そうですよね。だから、はい、こんな世界のママさんはいないんです、うんうん、そう、こんな世界のママさんはもうこの世にはもう存在しないんですよ。こんな世界のママさん、はい、ママは、うん、はい、病院に行ってるんですよ。そうなんです。ママは、はい、病院に行くこともあるんですよ。行って死んで、はい、病院に行きました。そうです。いや勉強になるわ。要約すると、要約すると、はい、ママさんは病院に行くこともお菓子食べましょう。あるんで、お菓子食べましょう。ありがとうございます。はい。はね、は警察にならない。そう、警察にならない。みんながみんな警察になれるわけじゃないんだっていうこと。なるほど。はい、そういうこと。一緒に食べましょう。ありがとうございます。なんかすごい。警察になるから。警察にね。あ、食べたら警察になれるんですか。はい、そうです。こういう、こういう硬いものを食べて、あ、はい、顎鍛えたら警察にいつかなれるよっていう。あ、すごい勉強になりますね。すごい勉強になります。はいはいはい、はい、じゃあ、僕も警察になります。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、これです。どうもありがとうございます、はい、警察になれる、やったー、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。